よく見ててね。ほら、ハミングするとほんと柔らかいでしょう。ふわふわ、気持ちいい。お洗濯の激しいゴワゴワの季節こそハミングですね。柔らかリンスハミング。お尻が濡れないと評判のおむつメリーズ。今日はメリーズ育ちのまゆみちゃんです。朝までぐっすり寝てくれるんです。この子は結構おしっこの量がね多いみたいなんですよね。布の時は夜中に2回ぐらい起きておむつを替えてたんですね。でその度に泣くしかぶれてたんですね。それが今では朝起きてもね、お尻はさらっとしてますし、全然漏れてないんですね。かぶれもね治ってきたんですよ。あ、よかったですね。メリーズはおしっこ3回分楽々吸収して、しかも戻りません。お尻が濡れないから赤ちゃんがぐっすり寝られるんですね。動きなんかもねとても活発になったんですよ。そうですか。今ではねなんかとてもお尻が軽くてコロコロ寝返り打って遊ぶようになったんですよ。メリーズだとねおむつも薄いから、この子にはすごくいいみたいですね。お尻が濡れないから赤ちゃんぐっすり、顔の薄型おむつメリーズです。キューティクルケアで青春してる？まるで込んだタバコがどこに当たってしいから、明日輝くために私頑張る。顔は汗をかくたび洗うのに髪はどうしてる？ねえどうしてる？私は髪を傷めずに毎日洗いたいから、エッセンシャルのキューティクルケアシャンプー。きめ細かな泡が輝きのもとキューティクルを優しく守ってくれます。毎日髪きらめく、輝く髪のためにエッセンシャルのキューティクルケアシャンプー。コンディショニングタイプもあります。ん？決まってますね。パーマヘア。ええ、そう。ブローヘア。Yes。でもそのヘアスタイル崩れやすいんでしょ？平気。ケープソフトを使ってるんですね。自然な仕上がりでヘアスタイルが長持ち。後からクシやブラシで手直しもできるしね。ここまで進んだヘアスプレー。ケープソフト。しっかり長持ちさせるにはグリーンのケープ。日差しが暖かくなってきましたね。ところで季節に合わせてファンデーションを変えなくてはいけないのでしょうか？うん、私は変えないわ。ソフィーナだから。汗をかいてもほらよれたり崩れたりしないの。ほんと自然ね。厚ぼったさがないわね。顔ソフィーナファンデーションは薄く伸びてお肌の呼吸を妨げません。こんなに急いで塗ってもムラになったりしませんね。水や汗で濡れてもほらついてきません。すごい、かさみ塗りしてもムラにならない。ムラなく伸びて崩れにくいファンデーション、自然な仕上がりの頬紅も新発売。いよいよ顔ソフィーナの良さがわかる季節です。ティッシュだとうまく取れないのよ。洗面所用風呂で洗い流せると楽なのにね。もうできるよ。ソフィーナなら洗い流せるの。洗えるの？うん、落ちにくい口紅やアイメイクもほらね。さっぱりするわね。肌が透き通る感じ、汚れもつかないでしょ。洗い流せるクレンジングクリーム。クレンジングの後はミルキーウォッシュで潤い洗顔。花王ソフィーナ。冷たい水でもたくましい洗浄力、新酵素ザップ新発売です。シャフンや泥はね、頑固な汚れって多いですよね。ザブの新酵素は冷たい水ほど差がはっきり、頑固な汚れにもたくましい洗浄力です。これなら任せて安心ですよね。頑固な汚れに新酵素ザブ。健康入浴してますか？
コンピューター打ってるもので、あと電話も多いものでね、はい、どうしてもこう 右肩が、うん、疲れますね。あ、そうですか、日曜日休みたいと思うんですけども、子供がやっぱりまつわりついてきますからね可愛いんでやっぱりついつい肩車したり、またくたびれちゃう。もう何しろ重いから、もうお酒が、うん、足腰がだるくてもうしょうがないですね。皆さんお疲れですね。こんな時バブのお風呂が効きます。炭酸ガスが血行を促進、血液や体液の循環が良くなりますから、疲れのもと乳酸などの老廃物が早く体から出ていくわけですね。体が軽く感じるのはこのためです。健康のためにどうぞバブのお風呂にゆったり浸かり、いい汗をかいて疲れを流してください。炭酸ガスで健康入浴、顔のバブ。ちょっぴり大胆、やっぱりロリエ。おしゃれで冒険でも、ナプキンは安心で選びます。ロリエはよく吸収して逆戻りしません。肌触りもソフト、テープもダブル、薄いのに多い日も安心。ロリエ。網目の汚れ、ベタベタ汚れ、簡単に楽に落とせないかな。そこで花王のアイディア、つけ置きマジックリン新登場。お台所の流しでつけ置き洗い、みんなまとめてつけておくだけ。発泡パワーがベタベタ油汚れを浮き上がらせます。あとは軽くすすぐだけ。簡単にすっきり、つけ置きマジックリン。花王から新発売。